皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日は4つの要素が揃うマジックを紹介します。パーティーや子供の誕生日会などの出し物にとてもいいと思います。まずマジックを実演してから、その後トリックの種明かしをしていこうと思います。用意するものはジョーカーを除いて52枚の普通のトランプです。ジョーカーは入れても入れなくてもどっちでも大丈夫です。マジック初心者でもすぐにできる簡単なマジックです。カードはこのように全くもって普通です。カードをよく切っておきます。カードをよく混ぜたら、このように二山に分けます。次にさらにそれぞれ二山に分けて、合計4つの山に分けます。まず左下の山から順番に、一番上の3枚のカードを下に移して、さらに上から3枚のカードを1枚ずつ他の山の一番上に乗せます。次に左上のカードも同じようにします。時計回りに右上と右下の山も同じようにします。4つの山すべて同じようにしたら、それぞれの山の一番上のカードを1枚ずつ表にめくります。すべてエースのカードです。4枚とも一番上がエースのカードになりました。ではこれからこのマジックのトリックの種明かしをします。まず4枚のエースを分けておき、残りのカードを1つにまとめます。その他のカードの上に4枚のエースを乗せます。常に上の4枚のカードが一番上の状態のまま、その他のカードだけを混ぜて、カードを混ぜているように見せます。では上の4枚のエースを表にした状態で、先ほどと同じことをしてみましょう。マジックの観客の人にカードをまず2つに分けてもらい、その後さらにそれぞれ2つずつに分けてもらいます。では左下の山から上から3枚を山の下に移し、さらに上から3枚を1枚ずつ他の3つの山の上に乗せていきます。次に左上の山も同じように上から3枚を下に移し、さらに上から3枚を他の3つの山に1枚ずつ乗せていきます。右上の山も同じようにします。
最後にエース4枚がある右下の山も同じようにします。上の3枚を山の下に移すとエースが一番上に来ます。さらに上から3枚を他の3つの山にそれぞれ乗せると4つのエースがそれぞれの山の一番上に来るようになりました。この状態でそれぞれの山の一番上のカードをめくればすべてエースになります。DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。